どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラストで覚えておきたい接近戦の攻撃方法まとめとなります。遠距離武器なので必要性がない感じがしますが、接近戦は前線の維持や裏取りなど対処をする上ではできて損はないようです。接近戦の知識を増やしておけば対処の動きも大きく変わってきます。攻撃の選択肢が増えるんですよね。試合で全く接近戦がないとも言えないですからね。そこで今回はトラストの接近戦において何を考えて攻撃しているのか、また気をつけている点などをまとめていきたいと思います。接近戦でも自信が持てると前にも出やすくなるし、メンタル強化にもなるので最後まで見てもらえると嬉しいです。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それでは早速解説していきたいと思います。接近戦をするためにはまずダメージの理解が大事かと思います。今回紹介する3つの攻撃を先に確認したいと思います。連射打ち1発30ダメですね。最高は2発当たると60ダメとなります。基本的な接近戦での活用する攻撃手段です。避けながら連射をすることが多くなります。続いてワンチャージ打ちですね。1発28から35ダメです。最高は84から91。これは爆風か直当てが当たったかというので変わってきます。爆風を活用した範囲攻撃になります。直当てと爆風の当て方でダメージが変わります。今回活用するのはジャンプではなく横打ちで広く攻撃する方法になります。たくさん打ちですね。では続いてジャンプ打ちです。一発30ダメ、最高60となります。ジャンプして避けながら攻撃をする手段です。当て方によっては2発分当たるのでいろんな場面で使います。今回はこの3つに絞って接近戦の活用を話をしたいと思います。それも単体では弱いですが、使いどころと組み合わせで100ダメを出せますので使い勝手のいい攻撃です。個人的にはジャンプ打ちが好きですね。ではそれぞれの攻撃方法を活用方法をまとめて紹介したいと思います。最初は扱いやすい連射打ちからいきたいと思います。連射打ちにおいて避けることが重要かと思います。この連射打ち自体は30ダメとかなりダメージが低く、4発当ててやっと倒せるくらいです。事前にダメージがなければ倒すまでの時間とリスクが増えます。そのため倒すことよりも避けることを重視しながら連射打ちで削り切ることが重要になります。この連射打ちですが、避けることが重要ということは足場が取れてる時に効果を発揮しやすくなります。トラストの近くまで来てるということは少なからず相手が突っ込んできている可能性が高いです。比較的自陣インクで足場が満たされている可能性があるので機動力を活かせるんですよね。これにより避けながらチクチクできます。また足場があることにより機動力の確保ができます。こうなった時ですが、後ろに回り込みながらチクチクと攻撃をすることが一番いいかなと思います。相手を中心に円を描きながらチクチク連射攻撃をすることによって時間も稼げます。何よりスリップダメージも活用できます。連射単体では弱いですが、足場を有効活用しながら攻撃するとかなり強力ですね。クラスター系などエイムが要求される短射程武器だとこの動きが有利な敵が多いように感じます。続いては1チャージの活用になります。最初に紹介した通り拡散矢を使用しての攻めになります。正直接近戦においては1チャージは強力だと思ってます。爆風ダメとメイン一発で倒せるため当てれば短期決戦に持っていけます。またスリップダメージを受けている相手なら1角も可能です。当てるだけで有利な状況に持っていけるんですよね。さらに特徴としては横に広く壁を張れるという点です。弓に接近戦をしてくる相手は直線的に来ることが多いです。そういった相手に拡散矢を打つと避けたとしても横に広がった矢を避けるのは難しい状況になります。それにより爆風ダメが入るので状況が大きく変わるんですよね。ですがこのワンチャージ目は癖が強いのでどこに打ち込むのかも重要になります。打ち込む場所としては相手の手前がいいのかと思います。理由としては相手が前進しながら来ているからです。
フルチャージなら位置角が取れるのでぴったり狙っていいのですが、白山に関しては位置角は無理なので手前に打つのが有効です。相手が突っ込んできている前提ですが意外と当たりやすいんですよね。仮に当たらなくても時間が稼げるので距離が取れます。攻撃と防御どちらにも活用できるので切り分けて使いたいですね。続いてはジャンプ打ちの活用です。ジャンプ打ちに関しては使いどころが限られることが多いです。理由としては矢が縦に飛んでいくのでエイムが求められるんですよね。ですが使い方次第ではかなり効果を発揮します。そのためには角度が大事になります。ジャンプ打ちに関しては縦に飛んでいくので当て方次第では60ダメ稼げるんですよね。その60ダメを出すには角度の調整が必要になります。その角度は中心部分が足元に来て上の矢を当てるか、頭を狙って下の矢を当てるかとなります。どちらにしても極端な角度ですね。ですがこの角度を使ってもジャンプ打ちで60ダメ出すには距離が重要になります。というか正直近距離でやらない限りはなかなか使えません。その場面は極端に接近戦や後ろで横を取れた時、高台から降りながら曲者を使った時という時が多いです。このあたりの使い勝手は実戦で使ってみると分かりやすいんですが、重ねるっていうのが難しいですね。矢を重ねれるかどうかが大事になってきます。ただ当てれるようになると逃げながら攻撃は可能になるのでできて損はないと思います。攻撃の手段について話してきましたが、そもそも前に出るためになぜ必要な要素なのかを話したいと思います。先に答えを言うと、前に出るメンタルを作るためです。基本的に後衛武器は射程を生かして後ろからチクチクすることが多くなりがちです。それが有効なのはある一定のラインまでだと考えています。上を目指すとなった時、前線に上がっていく味方の動きが速くなるため、後ろに下がりすぎると味方との距離が生まれてしまいます。距離が生まれるということは前衛の位置に敵が集まるので射程を生かしたカバーができないんですよね。いくら攻撃してもこちらの攻撃は届きません。もちろん無駄な凸もあります。ですがそれは置いといたとしても味方との距離が一定に保たれているほどカバーが良くなります。射程内に味方がいるということはカバーができるわけですからね。カバーができれば人数不良を一瞬で消せれます。ですが前に出るということはいいポジションが取れる反面、敵と接近が多くなる可能性も十分にあります。その不安要素が前に出づらい心理を作ります。その心理を少しでも減らすために、また自信をつけるために今回は接近戦の紹介をしたわけです。接近戦はキャラコンも要求されますからね。レベルアップにはもってこいです。また攻撃することばかり話しましたが、逃げて体勢を整えるのも一つの手段です。必ず倒すことに固執しない方がいいです。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストで覚えておきたい接近戦の攻撃方法まとめはいかがでしたでしょうか。接近戦の攻撃方法といってもこれをメインに戦うわけではありません。あくまで使えることによっての副産物が重要です。接近戦が甘ければ突っ込んできた前衛の処理もできますし、ポジションキープにもつながります。使う使わないは別として、100回に来る1回に備えるのは十分な大事なことかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。